後藤新平は、元アナウンサー。宮城県仙台市出身。東北大学大学院情報科学研究科博士、家庭前期、後期を修了し、博士号を取得。宮崎放送でアナウンサー、福岡のクロス FM、神戸のキッス FM 神戸、仙台の FM 仙台で DJ を務めた後、2017年4月より、テレビ山口に勤務。2021年4月に、 広島経済大学准教授に着任。学生時代はバンドのボーカル兼ベースを担当し、地元の仙台や東京、横浜、大阪のライブハウスなどでライブを行う。この時期に何度かラジオ番組にゲスト出演したことがきっかけで、ラジオ DJ を目指すようになった。なお、大学4年の時、関西のラジオ局の DJ オーディションに合格し、 リクエスト番組の DJ を1年間経験している。大阪芸術大学芸術学部を卒業し、1997年4月に宮崎放送にアナウンサーとして入社。報道系の番組を担当したことが企画家で興味を持ったメディアの研究をするために、大学院進学を目指し2004年4月に退職。勉強の傍ら、 福岡の JFL 系の FM 局クロス FM の天神アップレミディでフリーとしてデビューし、九州、モーニングプレス、モーニングゲートなどクロス FM の歴代の朝のワイドショーや神戸のキス FM 神戸でもカウントダウン番組などの DJ を担当。この他、スカッパーの J リーグ中継での実況、福岡県内の高校や大学、企業での講演などを行う。2010年3月に、 東北大学大学院情報科学研究科博士課程前期に進学。2012年3月に修了し、同年4月に博士課程後期に進学。宮城教育大学や東北大学で非常勤講師を務めながら学会での研究発表や論文執筆を続けている。一方、2011年3月に発生した東日本大震災に絡み、 国連食卓職員として1年間、被災地支援事業のコーディネーターを務め、NHK 仙台放送局や FM 仙台より声をかけられ番組を担当。2014年に FM 仙台にアナウンサーとして入社し、DJ やプロデューサーとして勤務。2017年4月にテレビ山口に入社し、夕方ニュースのメインキャスターを務めた。 2019年9月に博士号を取得し、2021年4月に、広島経済大学メディアビジネス学部メディアビジネス、学科准教授として着任した。メディア教育論ゼミ、プラクティカル、リサーチ用ニエデュケーショナルメディアメディアエデュケーション。2019年9月23日閲覧。2017年9月4日から2020年3月末まで、月から金の担当。 2020年7月から月から水の担当になった。ありがとうございます。